りこの先へ行かせはしない。長州、いざ参る。トゥヤッヘヤッチャ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 ッヘヤッ。生意気はっ、生意気、逃げるなら今のうちよ。せいはっ、しどれはっ、はっはっ、せいせいどれ、消えればいいわ。はっ、いけはっ、せいどれ、おとなしくしてね。いい子ね。敵将撃ち取ったわ。お前もこの辺りを荒らす野党の一味か。違う、うん、お前さん、よく聞けよ。この俺こそは英雄関羽の一の子分、俊足怪力周宗様だ。私を欺くつもりか。関羽殿の従者にお前のような者はいない。許せぬ。うん、参る。ち、そ、戦っ、よっしゃ。ここより先へは通さぬ。受けてみろ。時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張角という男が現れる。彼は奇襲で太平洞を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。
そして中平元年、張角率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。近頃その顔して何の、あ、いよいよ、うん、腕ふう、あったと皆こき俺な、そう、ちょうど危ない。皆を脅かす黄巾党を打ち払う。我らの手で裏に安寧を取り戻すぞ。強力に感謝する。私は龍玄徳、そなたらのような異常婦と戦えて心強い。拙者は関雲長と申す者。これも何かの縁、以後お見知りおきくだされ。俺は英気と忠悲ってんだ。腕っぷしには自信があるぜ。すまよろしくな。やるしかねえな。おい、どうする。近くにまだ敵がいるみてえだぜ。放っておけば村を襲うやもしれぬ。このまま我らで黄巾党の本体を撃とう。お前ら、こりゃやべえ。ここはさっさと逃げるに限るぜ。私こそ真の三国無双だ。ついてこられるかい。おりゃ、はあ、いやよっ、俺大活躍。これでどうよ。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。よっ、準備よ。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。てや、受けてみろ。超支流バイル言うとならん。セリア生意気、消えればいいわ。今さらあがこうとも無駄よ。行け、蒼天の獣を打ち果たすのだ。ここは捨てるしかないか。昇格様、あなたを信じております。私こそ真の三国無双だ。みんな安心してくれ。な、うそ、うん、あの、あり、いや、みんな、き、あちく、うん、あ、ちゃっ、ちょっ、へや、せりゃ、
勝負。波長支流参る。スレア生意気はっ。コンボリーザよ行け。はっちっは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 っ。それ消えればいいわ。はっおとなしくしてね。いい子ね。はっ逃げるなら今のうちよ。で受けてみろ。チャーフェア来た。ショー行け行け。スリアドラー屈強支流マイル。私こそ